あるものが神と呼ぶものを、他のものは物理法則と呼ぶ。ニコラテスラ。目に見えるものは目に見えないもの。今宵もこの世の真理を一緒に探求していきましょう。皆さん、神社に行ってこんな神頼みをしたことはありませんか？志望校に合格しますように、就職がうまくいきますように、素敵な彼氏が欲しいです。神頼みの結果はいかがでしたか？非常にも神様はあなたを助けてくれないどころか、頼めば頼むほどますます状況は悪化したのでは？なぜこういう現象が起きるのか。理由は、私は無力なので神様助けてという意識で神社にお参りに行ったからです。量子力学的な表現をすれば、私は希望が叶っていないという意識状態で量子の位置が確定するから、希望が叶わない未来が確定したと言えます。じゃあどうしたらいいのか。今回は単一電子宇宙仮説という量子力学のセオリーと幸せな未来を手に入れる方法をお伝えします。量子力学と幸せな未来のつかみ方、両者はどのような関係にあるのか。まずは単一電子宇宙仮説について紹介します。宇宙はたった一つの電子でできている。皆さんの周りに一卵性双生児はいらっしゃいませんか？外見そっくりの二人を両親はどうやって見分けるのか、不思議に思いませんか？ DNA は 99.99% 同じなのに、やはりどこか違うと言います。つまりこの世に全く同じ人間は存在しないことになります。当然ですよね。それは皆さんが家で飼われているワンちゃんや猫ちゃんも同じだし、生物だけではなく物も同じです。しかし、私の体にある電子とあなたの体にある電子は同じといった人物がいました。ジョン・ホイーラー、単一電子宇宙仮説を唱えたアメリカの理論物理学者で、ブラックホールという用語を初めて提唱した人物です。単一電子宇宙仮説を簡単に説明すると、宇宙には電子はただ一つしか存在せず、それが過去から未来へ自由に動き回り、世界に存在する電子は一つの電子が同時に存在しているように見えるだけというもの。失礼、ちっとも簡単な説明じゃないですよね。まず電子とは何でしょうか？原子を構成する負の電荷を持つ素粒子を電子と言います。皆さんの体だけではなく、世界中のあらゆる物質は原子により構成され、その原子を構成するものが電子です。そして物理学の世界では、全ての電子は電荷と質量が完全に同一とされます。どういうことか。先ほどの一卵性双生児の例で言うと、 DNA レベルでは2人は 99.99% 同一人物ですが、 0.01% の部分で別の人物になります。しかし世界中の電子は 100% 同じなのです。これは実験でも証明されており、電子が同じ存在として振る舞う奇妙な現象をフェルミオンの交換対称性と呼びます。双子で例えてみましょう。あなたは友人の一卵性双生児 A ちゃんと B ちゃんとでカフェに行きました。あなたはプリン、 A ちゃんはチーズケーキ、 B ちゃんはアップルパイと注文が別々になることもあるでしょう。でも A ちゃんと B ちゃんが電子と考えた場合、2人は必ず同じものを注文するのです。そして同じ時間に起き、同じ時間に同じご飯を食べ、入浴し、歯を磨いて寝るのです。なぜ別々の電子なのに同じ振る舞いをするのか。長年量子力学の七不思議とされたこの疑問を解決するのが単一電子宇宙仮説です。ホイーラーは、別々の電子が存在するのではなく、宇宙には一つの電子が存在するだけなのかもしれないと考えました。双子の例で言えば、 A ちゃんと B ちゃんは同一人物だったなら、同じ時間に起きて同じご飯を食べ、入浴して寝るのも当然ですよね。一人しかいないわけですから。つまり別々の電子が何らかの原因で同じように振る舞うのではなく、電子は宇宙に一つしか存在しないから同じ振る舞いをすると発想を転換したのです。そしてホイーラーは、宇宙は一つの電子でできていると結論付け、電子は過去から未来へ時間を自由に行き来でき、さらに時間の流れに束縛されないと展開しました。電子は過去から未来、未来から過去へ自由に行き来できる。
宇宙が一つの電子で構成され、過去、現在、未来もただ一つの電子しか存在しないわけですが、量子力学の世界の時間の概念は、私たちが普段イメージする時間の概念ではうまく説明ができません。目には見えないですが、仮に電子が見えるとして、その電子は過去にあり、未来にあるであろう同じ電子だというのですが、どういうことでしょうか。これを理解するには、私たちが普段使う時間の概念を壊す必要がありそうです。皆さん、時空という言葉を聞いたことはありませんか？これは時間と空間を合わせて表現する物理学の用語で、アインシュタインの特殊相対性理論により明らかにされた概念です。オイーラーの単一電子宇宙仮説に言う、電子は過去から未来へ時間を自由に行き来でき、さらに時間の流れに束縛されないを理解するには時空が重要になってきます。なぜなら電子は時空を超えて存在するため、過去から未来、もしくは未来から過去を自由に行き来できると考えられるからです。そして電子は私たちが住んでいる宇宙だけでなく、もう一つの平行宇宙へも行き来していると考えられるのです。平行宇宙、馬鹿げた妄想と笑わないでください。この概念は量子力学から生まれたアイデアですが、ビッグバン理論からも平行宇宙の誕生の可能性は十分あると言われ、決して妄想の類ではないのです。2020年5月には NASA の科学者が南極でタウニュートリノを検知し、これは平行宇宙が存在する証拠ではないかと言われています。普通ニュートリノは宇宙から地球に飛来しますが、タウニュートリノは逆に地球から宇宙へ飛び、時間が逆戻しになっている証拠であり、平行宇宙の証拠かもしれないとのこと。平行宇宙は SF 世界の作り話ではないと分かってもらえたと思います。オイラーはさらに、世界に存在する電子は一つの電子が同時に存在しているように見えるだけと言いますが、これも意味が分かりませんよね。そこで科学の視点を少し離れ、スピリチュアルな視点からこの意味を見てみましょう。世界に存在する電子は一つの電子が同時に存在するように見えるだけ。皆さんはワンネスをご存知でしょうか。古今東西の宗教家が説いたと言われる教えで、全ては一つというもの。以前取り上げた全ては光という動画でもワンネスの思想について取り上げています。よかったらこちらもご覧ください。例えばネイティブアメリカンの教えに、大地は人間のものではなく、私たち一人一人が地球の一部であるというものがあります。また人知を超えた存在や意識との一体化する体験をワンネス体験というそうです。スピリチュアリストとして有名な江原博之氏は、全ての魂はつながっており一つであるとは言い、この真理を学ぶことがスピリチュアリズムだと言います。ただ残念なことに、世界に存在する電子は一つの電子が同時に存在しているように見えるだけという言葉の意味をオイーラーは説明していません。そこで彼の言葉を解釈するなら、私たちの体を構成する原子の一部である電子は、私たちの体でありながら同時に宇宙も構成すると理解できそうです。この点、心身統一合気道会創設者であり中村天風氏の後継者と一時は目された東平光一氏はこう述べています。私たちは天地の気と交流して生きている。これを例えるなら、海の水を手ですくうのとよく似ている。手のひらに海水をすくって自分のものだと言っても、その海水は広い海の海水の一部に過ぎない。東平氏は公式に合気道十段位をもらったただ一人の人物。古神道ともゆかりの深い合気道ですが、神道の教えには分け御霊という概念があり、神様の神霊は細胞分裂のように分かれて増えていくといいます。ですから、お稲荷さんにお参りに行きたい人はわざわざ京都の伏見稲荷大社にまで行かなくとも、分け御霊により近くの神社なり家の神棚などでお参りできるのです。電子が宇宙に一つしか存在せず、しかも複数の電子が同時に存在しているように見えるというのは、神道の分け御霊によく似ていると思います。ここまで単一電子宇宙仮説について解説しましたが、ここでまとめると、電子は宇宙に一つしか存在せず、時間も空間も超え、私たちが住む宇宙とは別の平行宇宙ともつながる存在。電子ってなんだか神様みたいな存在ですね。
あなたは世界の創造主、神に願うのではなく自分が神と知れ。ニコラテスラはあるものが神と呼ぶものを他のものは物理法則と呼ぶと言いました。もしテスラが単一電子宇宙仮説を知れば、神とは電子のことだと言ったかもしれませんね。さて、勘のいい方ならもうお気づきになられたかもしれません。冒頭で挙げた間違った神頼みの仕方、望みが叶うどころか自分で望みが叶うことを遠ざける行為です。自分の現状に不満を抱いたまま神頼みをすれば不幸な未来が確定するからです。こちらも以前の動画で、あなた自身が人生の創造主であり、幸せな未来を引き寄せるにはまずは決断し、豊かな想像力で幸せな未来を視覚化することと紹介しました。概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひご覧ください。この引き寄せの法則の正しさを単一電子宇宙仮説は証明しています。なぜなら電子は宇宙に一つしかなく、過去から未来、未来から過去へ行き来する性質を持つため、不幸な過去が未来に現実化します。また不幸な未来が確定しているからこそ、現状に不満なまま神頼みをする過去を引き寄せたとも言えます。だから今幸せな未来をつかむという決断をし、視覚化することで未来を変えることができるのです。いや、幸せな未来が確定しているからこそ幸せな未来を決断する過去を引き寄せた、単一電子宇宙仮説ではそう説明できるでしょう。どうしてこのようなことが起きるのか。それは量子力学は揺らぎの世界だからです。つまり量子は観察されるまでは可能性の世界であり、あらゆる可能性があり得るはずなのに、自ら悪い可能性を選び取る人がいるのです。それが冒頭に述べた間違った神頼みをする人。うまくいかないと思っている方は、ひょっとしたら自分で悪い可能性を選び取ってきたのかもしれません。今回は宇宙がただ一つの電子でできている単一電子宇宙仮説と、この仮説が引き寄せの法則の正しさを証明したという内容でした。この動画がためになった方は、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また皆さんのご意見をぜひコメントに残してくださいね。今後も幸福な人生を歩み続けるヒントをお届けしていきたいと思います。それでは次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。